松浦隆信は、江戸時代前期の大名。秘前国平戸藩の第三代藩主。官位は、十五位下、秘前神、駅守る。平戸松浦氏二十八代当主。曾祖父の同家と同盟を名乗った。二代藩主、松浦久信の長男として誕生した。慶長七年、父、久信の死により、十二歳で家督を相続する。祖父重信が貢献した。 慶長八年、初めて将軍、徳川家康に敗越する。慶長十七年九月、十五位下、秘善神に助任された。また本姓が豊臣姓であることが確認される。慶長十八年、平戸城の一部が消失する。高信は、幼少時に父によって受選していたが、この年に江戸幕府の近教令が出たことで帰郷した。十九年、白神に関して、 駿府の家康に召され、領内のキリスト教の寺院の破却を命じられた。同年、重信が死去し、それを機に、対外政策を変更した。現長年、国元より、大阪夏の陣に出陣。5月11日に到着した時には、本戦は終わっており、二股城で家康に拝越。徳川秀忠より、所領安土の衆院状をもらい、以後10年江戸に住む。 寛永六年、両国に戻る。寛永十四年没子、下谷博之寺に葬られた。法号は、正宗院伝前一州大使高等僧用大古寺。勃所は、平戸市正宗寺にもある。あとは、長男の重信が継いだ。ありがとうございます。